ちょっと減ってる。今のうちだ。今のうちに頼むぞ。曇って見えないっちゅうね。はい、これは量り売りのお惣菜とか、ポケドに乗せるのかなと思ったけど、多分違うと思うな。ロミロミとか。一旦ご飯を持ってから、ね。はい、これだよね。What do I recommend? あ、醤油きた。醤油きた。食べ比べ。これ2種類とか選べるとかカスタマイズできるかな。中に何か入ってるのかな。ツナ納豆ホール、イクラボール、味噌スープ、味噌スープがあります、ね。やっぱそうなんだね。選べて、あ、ソースもいろいろ選べるよ。わさび醤油とかオイスター、あ、ハワイアンとかある。ハワイアン、トマドレッシング、テリヤキ、 あとこれだ、追加料金でキュウリ、マカデミアナッツ、ハワイ産の海藻、これいいね。アスパラガス、ガーリック、枝豆、うん、好みもいける。さっきはブラウンにしたね、玄米。さっきのはブラウン、ブラウン。じゃあブラウンにしますか。あとは違うの、もしくは食べ比べだしってことで。ああ、そっか。ああ、まあいいけどね、好きなのちょっとコツがいい。ミックスができるのいいね。ミックスできるのいいね。はい、はい、オズモポケット、オズモポケット、オーケー、あ、センキュー、ありがとうございます。ありがとうございます。ハワイ最後の食事ということで、うん、ココーコーブ、あのカラカウア通りの、まあ、本当中心地にあるコンビニなんですね。そうね、コンビニのすぐ入り口の近くにある、自分で2種類、こっちですね、ポケを選べて、1種類でもいいし2種類でもいいし、2種類だと 11.99 ドルです、うん。であの活用レコメンドとか言うと味見させてくれたりもしました、うん。でこっちが、オイスターで味付けしたもので、うん、でこっちがお店の方が勧めてくれたアボカドなんですけど、あの C はね、アボカドあんまり好きじゃないんだけど食べたら美味しかった。美味しかった。なんか塊でゴロゴロ入ってない感じ、うん。でこちらが
うん、弟が今年の夏にあのワイキキに来た時に使ったら美味しかったよって教えてくれたマグロスポット、これ去年できたのかな、うん、ちょっと新しいって書いてあったね、なんかね。ありがたいのはあの日本語ができるスタッフさんがとりあえず今日はあのバッチリ来てくれて、うん、で今日の特別なマグロってスペシャルみたいな、スペシャルツナがこのちょっと白っぽいカジキだね、うん、カジキマグロです。でこれだけじゃなくて普通の普段 の扱ってるツナとミックス1ドルプラスでできますよって言われたんで、あのミックスを頼んでみました。でソースが結構いろいろ選べるんですけど、どんな味のソースかっていうのも説明がねあるし、日本語での説明も外に貼ってあったし、とてもありがたいところでした。でこれはハワイアンっていうソースを選びました。ここにも海藻が入っていて、ハワイアンソルト と、ごま油の味付けということでした。まあ、シンプルな感じで、他にもいろいろなキュウリとかトッピングがね、いくらでできるガーリックとかいろんなトッピングがあのちょこちょこと、あのお金を足していくことにはなりますけど、カスタマイズできる。でサイズはこれがココホームの結構ずっしり、すっげーでかいんだよねこれ。玄米でかいです。あの器の深さも結構あって、でもパッと見ちっちゃいかなと思ったけど、すごいパンパン、比べるとね違うかな、うん、ちょっとね、はい、あのこっちの方がちっちゃい上に隙間があるんだよね、ここね。でこれはミドルサイズ で、うん、でラージ、ミドル、スモールが選べるので、うん、ちょっと食べたい、うん、女性では最高な、うん、私これミディアムなんですけど、うん、これちょうど多分普段使うお茶碗の1杯分ぐらいのものが入ってるかなぐらいな、うんうん、うちブラウンライス、ブラウン、これもブラウンで、これもブラウン、はい、食べ比べはね、ただ全く同じ味ではないので、うん、まあちょっと食べ比べという、まあ、食感だったり風味だったりちょっと食べてみたいなと思います、うん、トコホームのオイスターをいただきます。まあちょっとツナだっけ、うん、あ、まあ、ちょっとシーンにも一口、うん、これ美味しいんじゃないでしょうか。うん、とってもモンスター美味しいね、うん。お出汁感がなんかちょっと感じられるような。安心する味。安心する味。あのお醤油の時もあったんですけど、うん、ちょっとしょっぱいっていうコメントをどっかでちょっと読んで、うん、ただ味見した限りではしょっぱいとはまあ私たちは、うん、大量に食べたらもしかしたらっていうのはあるかもしれない。それもちょっとね、汗かいてるとかそういうの、うん、塩分が。これアボガド。うん、ます。味覚は人それぞれですからね。うん、うん、美味しいな、これも。うん、うん、うん、まろやかな感じ。まろやか。ちょっとこうマヨネーズとかボカドであえたりとか、うんうん、ただしつこさはそんなには感じない。うん、ない。あのこれ美味しいよ。美味しい。ね、うん、今度はあのマグロスポットの、うん、マグロスポットって名前が可愛いよね。うん、じゃ通常、ね、マグロ、なんかいっぱい取っちゃうとちっちゃい時も。ソルトとオイルだからものすごいさっぱりしてる、うんうん、これご飯と一緒にパクパク食べてみないとちょっとちゃんとした感想が。でカジキ、うん、すごいさっぱりしてる、うん、ご飯との相性どうかな。このハワイアンというソースっていうこともあったら、その他に、うん、あのわさび醤油とかマヨネーズとかもっとこってりしたものにすると全くもう味が変わると思います、うん、これ本当にさっぱり系です。こっちはどっちかというと本当に味があっさりっていうか、本当にマグロの味食べてねっていう感じなんだよね、うん、こっちちょっとどのくらいご飯が見えねえんだよ、マグロの量がすごく、これあのビールのおつまみにはこっちのココ昆布の方がお得感はあるかもしれない、うん、わあ、まあ現地の人がね美味しいって言ってる、そうなんです。マグロスポットと比べるとあの味がすごいしっかりしてます、うん、好みだな、うん、どっちも美味しい、うん、こっちどっちかというと朝方な感じだと思うんです、うん、でこっちどちらかというと夕飯で、あのお酒と一緒に食べながら飲むみたいな感じの方がいいかもしれない、うん、これ好みだと、これな、こちらのマグロスポットもいろんなソースがあったから、うん、こってり系のもののちょっとね、うん、別のやつもあるのかもね、また違う味わいがあるんじゃないですか。どっちも大人気で並んでたからこれは一回行ってみてもいいかもね、食べ比べもね、楽しい、うんうん、あ、いい色だね、カイルアの、
カラパワイカフェ&デリで、あ、カラパワイじゃなくてあっちで食べたの、ステーキ屋さん確か。いやでもこれも頼んだよ、うん、動画で残ってたもん。あ、そうカラパワイの、うん、あ、そっか、値段が違うねとか言ってたんだ。そうそうそう初めて飲んだのが、初めてなのはあのババスだったんで、あのカイルワのビーチの目の前のすごい歴史のある、ね、そうそう、あのカイルワビーチの前のステーキ屋さんっていうか、そこ奮発した時、うん、で、あ、同じのあるって言って、あのカフェ&デリで頼んだ。でスーパーで見たら、うん、そのステーキ屋さんで飲んだ時の半額だったみたいなぐらいだったので、うん、これもそうだったよ ね、10ドルちょっとぐらいで、そう、これはドン・キホーテで買ったので、うん、多分お安く買えた方なんじゃないかな、うん、またさらにいいし、これね、美味しかったんで ね日本持って帰ろうかなと思ったけど、もう飲んじゃい、うん、飲んじゃい飲んじゃい、ジェイはお疲れ様でした。ココホーム、うん、ご飯、うん、ご飯もしっかり入ってますね、牛油、うん、でマグロもしっかり入ってるから、うん、お得感はすごくあるかな、うん